大脳の神経細胞は規則正しいリズムでそれぞれがバランスを保ちながら興奮しています。このバランスが突然崩れて神経細胞が過剰に興奮すると数分間続く発作が起こります。こうした一過性の発作が2回以上反復性に起こる慢性の脳疾患が転換です。日本では人口のおよそ 0.8%、 100万人ほどの患者がいると推計されています。発作症状は痙攣や引きつけなどの運動障害を主体として意識障害や異常行動など多種多様です。転換は症状の現れ方などによって発作型で分けられます。転換発作型の分類には国際高転換連盟 ILAE の分類が用いられています。まず過剰興奮の部位に応じて大脳の一部に起こる部分発作と大脳全体に起こる全般発作に分類されます。部分発作はさらに意識障害の有無によって単純部分発作、複雑部分発作に分けられます。単純部分発作では意識障害はなく、顔や手足の軽い痙攣や突っ張りなどの運動症状、手足のしびれや眩しさなどの感覚症状、吐き気や鳥肌などの自律神経症状、不安や恐怖などの精神症状が現れます。複雑部分発作では意識の減損、すなわち意識が曇ってぼんやりした状態になります。さらに口をもぐもぐさせたりふらふらと歩き回るなど無意味な動作を繰り返す自動症が現れることがあります。なお、過剰興奮が大脳全体に波及して全般発作に発展する場合は二次性全般化と呼ばれます。全般発作には強直感帯発作や欠伸発作、ミオクロニー発作などがあります。強直感帯発作はいわゆる大発作です。突然の意識消失と同時に左右対称性に四肢や股間を突っ張る強直性痙攣が生じます。続いて全身の筋肉の収縮と弛緩を律動的に繰り返す感帯性痙攣を起こし、発作後はしばらく眠ります。発作時の脳波には波形が徐々に変化する特徴的なパターンが見られます。欠伸発作はいわゆる小発作です。小児に多く数秒間の意識消失を特徴とし、痙攣や転倒は伴いません。発作時の脳波には極波と序波の複合した3ヘルツの特徴的なパターンが両側性に見られます。ミオクロニー発作は四肢や体幹の筋が一瞬ピクッと収縮する発作です。小児に多く一般的に意識障害は伴いません。